応今から800年ぐらい前の鎌倉時代、源氏の戦勝を祝うという記念節がありますし、またはまあ普通の秀吉の時、干ばつの時に雨乞い踊りとして始まったんじゃないかという説もありますが、まあ江戸期になりまして、大垣藩の戸田のお殿様から要請があって、雨乞い踊りを披露したということで、今大垣の戸田藩の門所、太鼓の前についております、のぼりにもついております、衣装にもついております、9つの丸、供養星の門っていうのが使用されることを許されて、今まで出していただいております。そういう紹介だけ少し知っておきますから、本当だったら10年はもっともっとね、いいはずなんですが、まあ、コロナ禍ということで、まあ、今回は地元の人たちの応援ありがとうございました。ただいま入場しましたのが、勢子入りといって体型を整えるための踊りです。このあと本射切り、雷拍子、それから射切り抜き、その後、もう一度勢子入りをちょこっとやってからドンカチで終わりにしようと思います。よろしくお願いします。声援のほどまたよろしくお願いいたします。お願いします。